このガラスの靴がぴったりな子を探している。王子様、それは私しかいません。はい、ということでただいま。よいしょ、あおいたんこんばんは、はるみんこんばんは。ありがとう、はるみん。やー、りほちゃん、やー。うるさいって言われそう。こんばんちゃん、キャンピー、こんばんちゃん。ありがとう、キャンピー、ただいま。あおいたん、えらちさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ワイヤーで、お、なんだこれ。普通に早いから起きてたの？ねえねえ。こんばん、おいたん、職場から、お仕事お疲れ様、ありがとう。音あるかな、ハク様。まだ昼だよ、あれ。本当に？時間だ。うさぎさんはね、ラビットは時計というか、やっぱ時間を気にしているからね。うるさいって思ったり。亀になるのが私はこの亀になるのにふさわしい。あれ違う、ん、私は亀になるのにふさわしいこの立派な甲羅が似合う子を探している。王子様、それは私ではありません。ありがとう、バラケンピン。バラバラバラ、はい、バラより君は美しい。ありがとう。今日夜勤ないの、イエーイ、やったね、ゆっくり休めるね。じゃあですよ、あおちゃんは今日舞台の稽古で、そうなんですけど、まあ、ちょっと本当にちょっといろいろ覚えることとやることが多すぎるので、ちょっと今日はちょっとごめんなさいだけど、アドサプライズには帰らず、明日は稽古から編集に帰ります。どん、遠隔 PC 操作で録画で、ありがとう、録画、イエーイ、見てる、ハク様、イエーイ。さすがにまだ寝ないけど8時には寝るか。早くないね、8時でしょ、全然まだだよ。あおいたんにとっては夕方だよ。こんばんはるこたん、よすにゃん、こんばんは、はるこたん。ついにあおいたんもはるこたんになる日が来たよ。明日はこの時間働いてて、また夜勤の、そうなの、やった、健康的な生活だね。こんばんは、あ、山田さん、こんばんは、おかえりなさい。食べる、ででででって、スライム蒸しパン。いや違うんですよ、あおいたん、朝食べようと思ったのに、なんか食べるほどのなんか時間に起きれなくて、朝またゆで卵だけ食べて稽古に行った。ちょっとだから今から食べるね、メタルスライム蒸しパン、くれー。時間を気にするんだったらちょうどいい12時過ぎぐらいに配信してもらえたとこで、この時間までも絶対大丈夫でしょ。ねえ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 、はるみん、はじめまして、ケンジさん、初めてのケンジさん、ありがとうございます、来てくれてありがとう。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、あおいたんことナンバーあおいです、よろしくお願いします。ペコリンちゃん、ぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてってください。ケンジさん、お晩です。お、稲垣さん、こんばんは、来てくれてありがとう。どうせ夜中寝ないで朝寝るけど、あれちゃんと寝るときに寝れる、寝れるときに寝るんだよ。レニーの日って舞台のチケット買うチャンスあったりする？ある、いや、そうです、何時にいらっしゃる、もしあれであれば。いや、そうなんですよ、皆さんね、本当に申し訳ないんですけども、まあ、ラックユーはね、ラックユーアイドルフェスっていう主催イベントを、まあ、月に1回はまず新宿レニーで行っているんですよ、こちらですね。で、ちょっとそう、残念なことにあおいたん、なんかすごい稽古ともろかぶりで、そう、出演時間が、そうなので、このちょっと7日、10月7日月曜日のライブは出れないんですけど、ただ稽古が終わった後レニーに行って、アイドルパスお姉さんになるので、入り口でひたすらアイドルパス売ってる人ね。そうだから、その時に舞台のチケットとかも販売しようかなって思うんだけど、そう、買いに来てくれる人はいるのかなっていうところです。ゆで卵、ゆで卵カツしてるんだけど、指してないんだけど、なんかいっぱいあったから。こんばんに、あ、藤本さん、こんばんは、来てくれてありがとう、いつもストーリーありがとう。こんばんは、葵さん、仕事中、あー、またね、またね、アルパルさん、スライム。うちの推しの方も AKB の舞台に出るんだったら、今ちょうど大きい、あ、そうなんだ、舞台ね、そう、あーちゃん、いろんな人の舞台を見に行きたいんだけどね、そう、ふえー、ててててー、
蒸しパンの匂いだね。とっとと、めっちゃ遅い時間じゃなければ休みだとやるから、本当に SIR 見てて、 SIR 何時だっけ忘れちゃった。そう、とりあえず18時とかにはいるはずです。もうレニーに18時だね、18時。ユシちゃんの時間に一緒に物販できないの？ユシちゃんの時間、すごい急げば、すごい急げばいけるんちゃうかな。何時だっけ。そう、いやでもそうなんだけど、でもなんかそう、いやライブしないのに物販だけやるのもなって社長が言ってたって。あれ、アイドルパスおばさんじゃなかったっけ。お姉さんにしてやめて。よし、ということで、朝食べれなかったスライムメタル蒸しパンを食べよう。いただきます。ちょっとほら嗅いで、匂い嗅いで。どう見てもかびてるようにしか見えない。これ、いやいやいや、メタルだからね。いつもありがとう。にゃー、ありがとう。藤間さんもありがとう。あ、ダークさん舞台の予約ありがとう。ねえ、ありがとう。どうもね、今日早いね。あ、もじゃさんこんばんは。ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。メタルスライムだけにめっちゃ硬い。いやいや、全然柔らかいわ。待って、どうしたらいいかな。あ、でもなんかあんこ出てこなかった。なんか中にごまんみたいな。全然今まだただのパンだ。ラックの時間はどうなるの。なんかユスさんとあと新メンバーが一人だけいるんだって。だからなんかそれでトークらしい。あんまりわからない。だってそしたら次13日やん。くさ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 ー、福島だね。物販予約したら、あ、もうバレた。あ、舞台ありがとう、ありがとう。食べる、いただきます。ごまの味がする。なんかな、たたたたたん、こんばんは。いけな、こんばんは、おかえりなさい。ね、あいたん、これ、あ、ひろきさんこんばんは。文化放送見に行く。本当ですか。次回はおそらく9日とあと16日、あれ16日だっけ。16日。てかペーパーライブ出ないでブパやりまくってたじゃん。花、本当だよ花。ギガスラッシュって言って食べる。ギガスラッシュ技。あいたんこんばんは。あ、りょうすけさんこんばんは。愛するあおいちゃん、なんだいけど物販だけでもあったら嬉しいとお伝えください。かしこまりました、かしこまりました。これ分かった、これ中にないわ。見て、ほらほら、仕掛けはこれだ。蒸しパン、中間蒸しパン、蒸しパン、蒸しパン。投票忘れないでってツイートして、やばいやばいやばい。そう、皆さん今ですね、こちら私たちが編集しているラックユーアイドルパスなんですけども、なんかフリーペーパー大賞っていうのがありまして、日本タウン誌フリーペーパー大賞っていうのがあって、それにエントリーしてるんですよ。でなんかすごい去年とかも悔しい思いをしたらしくて、今年こそは1位をと意気込んでおります。ネットですね、あの1日1票無料で投票できるので、皆さんポチッとなしてください。アウターのツイートを見て、それ食べたらめっちゃ経験値上がるじゃん。嘘、本当に頑張ろう。おー、ちゃー、あ、ひろさんちゃー、おかえり、舞台来る。ごま味な、これごま味です、ごま味。あんこ食べたいのに。待って、それはだってほら見て、いやあんこ食べて、全然、こんなんだったね。美味しいけどもうちょっとあんこ欲しいです。
黒ごまあん入りって書いてあるよ。んじゃあごま団子なの？ごま団子じゃない。じゃあ一緒なんだからやっていいでしょ。いいよ。じゃあいいね、いいとこね、笑ってる。心が見に行く仕事に近く取り、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。あおいたん、ショールームのリーグ、そうなんですよ。あのさ、なんかショールームのリーグランクって何ですか。あおいたん通知来て、あなたは S ランクですって来たけどさ、 S ランクって一番上でしょ。いや何何これ、 S ランクだとなんか参加できるショールームイベとかが違うっていうことだよね。なんか書いてる説明見るとどういうこと。んーたん、早い、めっちゃ早い。あ、ともあきさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ごめんね早くて。笑ってる。たまじごまじこら。じゃあでもこの間違うんですよ、マージがなんだっけ、なんかあおいたんがなんだかなんだかって言ったら、マージがえマージって言ったの。ダジャレかと思って、ダジャレって言っちゃった。すいません、ノーマークでした。考えます、考えてください。はい、皆さん考えてください。舞台に出演します。本日はエンディングのダンス稽古だったんですけど、こちらパステルカラットプロデュースのスターマーマレードという舞台に出演します。場所下北沢の激地下リバティですね。で、全部で5公演あります。10月の、23日が初日なんですけど、それは逆班で、あおいたんがいる、夢チーム、幻と書いて夢チームは、24日が初日となります。24日の19時、25日の14時、これは平日、金曜日ね、平日昼間なのでアフタートークがついてます。そして26日は2公演、12時からと19時から、そして27日、16時30分から千秋楽となっております。ちょっと千秋楽の方がね、今チケット完売してしまったので、あの他4公演予約受付中なんですけども、まだまだ、ご予約受け付けております。ぜひナンバー青い扱いでお越しください。ペコリンチョ。ローソンってそんなもの。いやローソンさんすいませんって感じだけど、リーグランク、あおいたん S なの花。いやそう、よほんとそう。いやだから S って何と思って、なんかでもさ、なんだっけ、アプリじゃ確認できないんでしょ、誰が何ランク。なんかさ、パソコンかなんかじゃないと確認できないんだよね。あた、めっちゃ強い人とイベントしないといけないんじゃない、知らんけど。しないそんなしない。前世まで含めての S 班で、知らないよ絶対前世のことなんて。あいたん近々で会えそうな、なる、その前に来いってこと。その前に近々だとですね、ライブがある日か、ライブがある日ってなると10月9日10日にならないと思うんだよな。10月9日ペーパーアイドル、10月13日福島にいます。10月13日日曜日は福島で、ライブ2公演ありますね。16日水曜日ペーパーアイドル、あ、19、20名古屋、そんな感じですかね。意外とないんですよね。だからちょっと手売りチケットを販売する時間があまりないので、皆さんぜひネットでまずご予約していただいて、席の確保をしましたら、あれですよ、なんだ、あおいたんが手売りチケット販売してるので、当日生産でもいいんですけども、できればあおいたんからぜひチケットを買って、先払いという形でお願いします。ピコリンと。ほら、マジ福島来いってこと。福島へ行くでよ、あおいたん人生初福島だから。皆さん福島でなんかおすすめのものあったら言ってください。ただ1日しかないからな、あんま時間ないけど。サテにも行かないの、あ、いやサテのお仕事はちょっと今月あるんですけど、みんなに言っていいやつかわかんないのでちょっと言えないんです。そうあるんですけど、ちょっと司会のお仕事があるんですけど今月。そう、こんばんは。あ、コバさんこんばんは、おかえりなさいませ、ありがとう。コバさん、あ、お弁当さんいる、ありがとうございます。でですね、皆さん、舞台なんですけど、どういうお話かと言いますと、高校2年生の夏、キスもしたことがない私が出会ったのはへんてこな魔法使いと奇妙な世界でした。
主人公の名前は山田花子、自分のことを闇をかけ抜ける騎士刹那と名乗る、それ以外は普通の中二病女子。ある日学校に魔法使いアリス、ラビットが現れた。主人公の中二病設定が霞むファンタジー世界が本当に実現。しかしこの世界にはある一つの秘密が隠されていた。そこに現れたのはお前らというお話です。ぜひ皆様舞台見に来てください。お待ちしております。ピコリンちゃん、こんばんは、お弁当さん、こんばんは。早くてごめんね、ありがとう。事務所に内緒のお仕事、闇営業、内緒ではありません。あ、名古屋の前に16のペーパーでチケット買える。おー、よかったよかった。いやさ、そう、あの舞台のチケット買いに自分でしてるからさ、やばー、いっぱいお金持ち歩かなきゃだとか思ってた。あ、よかったよかった、よし。たたたたた、どこまで行った、久々だけどめっちゃ可愛いな、ありがとうありがとう。青いだ、どう頑張っても7日しかタイミングないか、そこか、7日でじゃあお願いします。お前ら、あきら先輩、あきら先輩、なんまだ私だ、あきら先輩や、あきら先輩もいるよ、神うさぎロペ、お金なくさないでね、お金なくさない、お金大事だよ、やっぱ愛はお金で買えるからね。ダメだね。晩ご飯はカビパンだけなの、言い方やめてよ。いや違うんですよ、本当は夜ご飯あのカレーがあるの。そう、カレー食べるけどスライムパンも食べてみたはい、まあ皆さんそんな感じですね。ちょっと今日早いんですけども、ちょっとそう、あのすごい、あのこの舞台がね、まあ、オープニングと劇中とエンディングとダンスがあるんですよ。それで、まあ、あのオープニングとエンディングの振り入れをしたんですけど、おとといと今日で、そう、すごい結構ななんか踊る、もうすごい速さで踊るので、そう、ちょっといっぱい練習しなきゃ。はい、ということで皆さん舞台の予約をしてくださいね、寝る前にね。はい、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい、ありがとう。コメント、5位おめでとうさー、ありがとう。4位ハク様、ありがとう。3位モーちゃん、ありがとう。2位ハルミンミン、ありがとう。1位リホちゃん、ありがとうございます。バドさん、ありがとう。バドさん、こんばんは、こんにちは、はじめまして。ラックユーアイドル編集部のあおいたんことナンバーあおいです。よろしくお願いします。血液型は O 型です。間に合ってよかった、ありがとうございます。ありがとう、まあ、高速ってことでもないけど、そう、結構そうあれなので頑張りを思います。はい、ということで、皆さんありがとうございました。夜ご飯の時間にごめんね。右上のハートが白い方はぜひ毎日配信してるのでピンク色にお願いします。あと、Twitter と Instagram とやっておりますので、そちらもぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ピコリンちゃん、はい、ということで、それでは食べかけスライムで終わりましょう。みんなありがとうね、夜ご飯食べてね。あー、赤羽先生ありがとう。食べる？もう終わっちゃうけど、ありがとう。はい、ということで皆さんありがとうございました。以上、ラックユーアイドル編集部、あおいたんことナンバーあおいでした。おやすみなさい。